さあ、おはようございます。今日もまだクロワッサンがあるんで、これめちゃくちゃ朝からテンションが上がるクロワッサンとケフィアです。じゃじゃーん、大勝軒。大勝軒にまとまってやってまいりました。人生2回目の大勝軒。ちょっと入ってみよう。もうすでにね、ウェイティングリストに家から入ってたんで。お、ちゃんと入ってる。なんか9番目ぐらいなんですけど、もしかするともうちょっと早く入れてもらえそう。やっぱ並んでる方がちょっと優遇されそうですね。ちょっとメニューを先にいただきました。まあ言ってもほとんど悩む必要はなく、特製つけ麺、うまそう。カウンターなんで、すぐ入れてもらいました。つけ麺きた。スープが激アツなの、素晴らしいです。ちょっともうペロッと完食しちゃいました。替え玉したいけど、ちょっとここは我慢します。やば、さすが大勝軒、さすがのクオリティでした。なんか今日一日雨、朝からずっと雨で、しかも結構降ってんですよね。だからちょっと困ったなと思って、この雨に濡れたくないから、あんまりこう内側の身で撮ってますが、ただ幸運なことに、この大勝軒の隣にスルキっていう日本のスーパーがあるんで、ここで買い出しができます。あ、ここ初めて来たけど結構広いんですね。なんか品揃え良さそう。あ、こんな感じで惣菜コーナーもすごい充実してます。おお、親子丼とかサンマとかもある。この手の場所に来たら、まず最初に探すのはあれしかないでしょう。うわ、ちょっとないんじゃないの。意外とない。こういうところないかな。なんかよくわかんないチーズリング、なんかこのキャラ味があるけど、チーズリングはあるんだけど、違法、スルキにポテコはありません。なんかここ醤油のラインナップが素晴らしい。もう何気に焼酎が充実してる気がします。黒霧島、赤霧島、22ドルだったらそこまで悪くないんじゃないですか。うわ、何気に刺身も充実してますね。ちょっと今日の晩はお刺身にします。え、ちょっとこれすごくないですか、このオリオンビール。え、6本で5ドル99セント、これは買いじゃないですか。もう完全に2ケース買ってきます。あ、お米も普通に売ってる。やっぱりここでも玉木米は人気だけど、いつも買ってるやつはないかな。しょうがない、キャベツ太郎買うか。うわ、ちょっとこのエビ大判焼き、これ買っちゃおう。昨日ちょっとバックスペースのあのポッドキャストで教えてもらったんですけど、プッシュタイプのシャンプーとかリンス、シャンプーの頭には必ずこの3本線が入ってるの知ってました？必ず規格というか標準規格で、ここにシャンプーだと分かるように3本線、リンスだと何もないんですよ。全然知らなかった。これで分かるようになったんだ。うちはこの輝き、なんかすごい、この米バッグになってる。お前やばい、雨がまた一段と強くなってる。これちょっと運ぶのに気合い入れるからカメラしまおう。うわ、辛かった。なんとか持ってこれた。さあ、ということで、ちょっと大勝軒に行って、ラーメン食べて買い出ししてきたんですが、ちょっと気づいてると思うんですけど、じゃんと、これ、α7R4。今日ちょっとこれは α7-3 に、
このショットガンマイク、ソニーの、純正ショットガンマイクつけて、一日撮影してみてます。違いはね、どうなんでしょうね。なんかクロップ率が違うんで、ちょっと、α7-3 だと、4K30 フレームだと、なんか1割ぐらいクロップされちゃうんで、ちょっとその差はあるけど、でもこのレンズつけちゃったら、多分 α7-3 って、全然画質的に動画、4K 動画だったら問題ないんじゃないかなという、疑問を検証したく撮ってみましたが、いかがだったでしょうか。もうちょっと本当はガチなサイドバイサイド比較もしたかったんですけど、結構雨降っちゃってて、そこまでできる気力がなかったです。またやれたらやります。そう思ったんですけど、やっぱ全く何も検証しないのも面白くないので、テーブルの上に三脚を置いて、これで、自撮りする感じで、α7-3 と α7R4 どっちもに、同じ条件に、だからこのここにね、全く同じ位置に、カメラを置いて、設定同じにして撮ってみて、どんな差が出るか、映像と音に差が出るか、ちょっと撮ってみようと思います。じゃあこんな感じで、今アロンチェアのこの椅子の位置も大体合わせて、こんにちは、ドリキンです。この映像は、α7-3 の方に、4K30 フレームで、なんかちょっとクロップされてる状態がなってますが、この 20mmF1.8 の G レンズと、ソニーのショットガン、純正のね、ショットガンマイク、ちょっと型番がどうしても覚えられないやつを、つけて撮ってます。レンズは画角はちょっとクロップされちゃうのと、あとマイクは、一応ねホットシューで電源のケーブルとか何もつけないでいいんですけど、ホットシューで、電源つながるけど映像音声の通信自体はアナログで通信される状態で撮ってるんで、昨日まで最近使ってるこれでやると、ここはデジタルで撮れるんですけど、まあその音の差はほとんどわかんないと思うんですけど、どうでしょうか。あとこれα7-3 は瞳 AF がないからちょっと意地悪をすると、まあこういう、ちょっと、はけて、ジャンとか、いった時にどういう感じでフォーカスが。まあでも顔認識するんで、正直このレンズの画角と画質があれば、α7-3 で十分な気がするんですけど、いかがでしょうか。ちょっとこう振り向いて、バンみたいな。ちょっとこう振り向いてもフォーカスがずれないから。ちょっとこう、下がってみての、ドンと。こういう風にした時とか、どんな感じになるか、実験してます。さあじゃあちょっと今日初の α7R4 に、の映像に切り替えましたが、ちょっとね、クロップ率が、これ α7R4 は 4K30 フレームでもクロップされないんで、全画素で撮れてるんで、その分ちょっと、画面は広がったかなっていう気はしますけど、まあどうでしょう。で、マイクも、α7R4 なんで、これはデジタルで繋がってて、で、顔認識でしょ？こういうところからの、スタート。プリントがずれてんのかな、この。こう、フォーカスがずれてる状態からの、さっと、こういう時のスピードが、やっぱね、どうしてもバリアングルないんで、何も確認できてないで、完全に、一発撮り、なんて言うんですかね、見切りで撮ってるんで、どのくらい、どういう検証ができてるのかも本当わかりませんが、こう、後ろ向いて、とかした時のスッと、振り返ったりとか。こんな感じが。なんかちょっと参考になるのかな、もし参考になる動画撮れてたら嬉しいなと思いながら今撮影してます。ありがとうございます。こういったカメラ検証、レンズ検証、やっぱり一日ではわかんないことが多くて、まあ、日々連続して毎日使っている中で発見がいろいろあるので、まあそういった、まあ、発見とか、感想をこう日々の生活の中でお届けできたらいいなと思って、やってますので、もしこの動画面白いと思ったらぜひチャンネル登録して毎朝6時にチェックしてみてください。そう、このマイク
もう一個、これもやっぱり運用してて気づいた点なんですけど、この刺さるところが、このね、装着感がすごい秀逸で、こうつけた時に、うまく説明できるかわかんないですけど、こうつけて、パッてつけて、よくあるのが、ここぐる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 、外れないようにねじ回しするんですけど、これもね、カッとこう、なんかロック機構になってて、なんか無駄にぐる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 回し続けてトルクかけるってよりは、もう、スッとこう、半周ぐらいすると、それでガッとロックがかかるみたいな仕組みになってて、もう外れなくなるんですよ。で、プッと外すと、これ回すと、こう、スッと抜けるような、そういうね、なんかロック機構が、ここがすごい、こんな感じでよく考えられてるんで、この装着した時の装着感と外れない安心感、ここら辺もねすごい地味ですけど、日々使う上ではめっちゃ重要、めっちゃよくできてますっていう今の解説を取るところだけ、このマイクなかったんで久々に内蔵マイクで話してたんですけど、どうでしたかね。てかなんかもうアルファ7-3用にももう一個あのマイク買ってもいいんじゃないかっていう気分になってます。